どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ゴーストオブツシマやっていきましょう。いや、発売誠に執着至極、まあ、私も兼ねてより楽しみにはしておりまして、アクションが苦手な私でも果たしてプレイできるのかという不安はありましたけれども、時代は鎌倉ではございますけれども、こういう武者というのかな、侍のオープンワールドというのを非常にやってみたくて、ずっとね、心待ちにしておりました。で、現在日曜日ですけれども、3日間近く、まあ、ぼちぼちプレイはしておりまして、まあ、現在この辺までは探索しております。いろいろ装備もありまして、あとはゴフとかもいいのをね、入手しました。鎧のグレードもまあそこそこ上げているんで、ちょっとこう時代は後ですけれども、戦国武将っていう感じにはなっているかな。スキルに関しては一旦守りの方を全部やってで、今のところは攻めの方を進めてて、あとは型とかはね、基本的にはこの石の型がやっぱり侍っぽくていいんですよ。水の型とかいろいろあるんですけれども、クロードの方はね、そこそこは上げてて、まあ、一騎打ちとか大好きなんで、そこら辺を一旦上げて、弓もそこそこはやるかな。だからクロードのアングとかはそこまでは今やってはいないかな。とまあこんな感じでいろいろやっておりますってね、非常に楽しい切っててね、本当に演出っていうのかな、倒れ方とか、あとは切り方、その辺が非常に楽しくて、で馬もね、名前はノブ、信長のノブにしました。いや、可愛いですよね。一回思いっきりぶった切ってしまった時があって、ボタンがまだまだ慣れないところもありまして、あら、なんか普通に人いるな。お侍、猛虎に神聖なる森を切り尽くされてしまいます。俺に任せておけ。お主は隠れる。この先に拠点でもあるんだろうか。ストーリーとかやっていると、なんだろうな、この酒井仁酒井仁と、あとはおじうえとのちょっとラブストーリーのようにも思えてくるんだよな。あ、いますね。俺はここだ。一騎打ち。じゃあ切り込んでいきましょう。戦い方はいろいろありますが、やっぱり一騎打ちからの攻めというのかな。さあ次だ。あ、打ってくるな。結構弓いるのかな。さあ次だ次だ。切り込んでは来ないな。どうした、怖いかこの私が。弓はどこら辺にいるんだ。お、そこね。あとはそこ、そこそこ被弾はしますけれどもね、あの装備品によって結構防御力が上がっているかつ、あとはゴフのおかげでいわゆるリジェネ効果があったりもするんで、そこら辺はちょっと無茶な立ち回りをしても大丈夫かな。で、これで終了か。あ、まだいるんだ。全然当たっていない。よし、もうちょいでまたスキルを、もうちょいでスキルを入手できるんで、いろいろあげたいものもあるんですよ。で、ここら辺はもう倒し尽くしたかな。ちゃんと納刀もしまして、いろいろ話も聞いているとね、納刀 のやり方間違えて敵を倒した後に笛を吹くっていうなかなかのサイコパスプリポンプリも見せているようですけれども、まあ今のところは個人的にはプレイしているんで、進捗状況を報告する感じで実況はしていこうかなと思います。
よいしょ。で、特に目的は今ないんですよ。南の方を現在メインに進めないといけないんですが、一旦北の方もどんな感じかなと思ってちょっとね動いているんですよ。じゃあノブを呼びましょう。よしよし。向こうにも猛虎の船が浮かんでいる。あ、なんか向こうに見えるな。こんな感じで猛虎軍との遭遇戦っていうのかな、もあったりするんで、そこら辺もね、なかなか歩いていてもね、楽しい。というか、そもそも探索が本当に面白くて、いろんなものがあったりするんですよね。双剣難しいな。よいしょ。3人まではいける。で、盾か、こういうのは厄介だ。パリ成功。大の盾持った男は逃げ出すとかな。情けないな。あんなところまですっげー逃げていくな。消えたのかな。帰ってくるなんてことは、お、あそこで何をやっているんだ。馬と戦っているわけでもないんですよね。後ろを向いているんでちょっと様子を見ようか。あ、猛虎軍と戦っていたのかな。ならば先制攻撃。あら、気づかないんですかね。ならばバックスタブを取らせてもらいましょう。よし。さっき戦った敵と交戦していたんだろうか。探索しててこう神社のお参りっていうのかな、あれもなんかやっててアンチャテッドを思い出すような感じですよね。あ、人質ではないな、死んでいるな。あとは狐ちゃんとか可愛かったり、歩いていてもこれなんだろうっていうようなオブジェクトがあったりして楽しいですよね。いや、オープンワールドですからね、この対馬をどんどん練り歩いていっていろんなものがあればいいし、あれは多分案内してくれているわけではないかとか言っていると、あ、神社ありますね、じゃあやっていきましょうか。この先、夜で暗いからな、結構見づらかったりもするんですよ。そこで果たしてうまくいけるか。あ、キツネの巣行ってるとキツネちゃんがいるな。下の方に行くんだ。鎧着ているのになかなかの跳躍力。この下かい。この崖沿いをどんどん歩いていくのか。あった、じゃあ手を合わせましょう。キツネちゃんよしよしはできないのかな。で、見ていると下にも行けるんだ。なんかあるわけでもないのか。けど神社っぽいところがあって、それはどうやって行くんだろう。こうやってほんとアンチャテッド思い出しますよね。作っている会社に関してはインファマスとかを作っている会社で、でこっちか。マップで言うと結構進んでて、あ、まだ未踏の地、未踏の地、 こんな結構離れていますよ。ここまで行けるのか。いや、おそらくはここに社があるんだろう。
あ、崖を登れない。じゃあまだ行けないんだ。それは残念。ならばこちらにあるなんかハテナマークの場所、そこをちょっと行ってみよう。まあ、特にね目的があるわけではないんで、ブラブラとはやっていきます。いいね、風景も非常に綺麗。あ、八重ね。八重どこにあるんだ。こっちか。八重とか意外とこう対馬ってモンゴル軍にボコボコにされている割にはまだこういう集落とか、あとはまあ、ちょっとした町ほどでもないか、村っぽいところも点在してて意外と大丈夫だな。会話とかできる人はいない。じゃあもうちょっとこっちの奥まで進んでみよう、うん、マップとか見ていると3エリアぐらいあるのかな。なんかストーリーオンリーでやると30時間でクリアできるらしいんですが、まあ、以前雑談マイクラで言っていたように、うん、もうがっつりじっくりやるつもりなんで、本当ね探索してて例えばまだマップが埋まっていないところがあったらわざわざ歩いていくみたいな敵の拠点とか解放すればあたりのマップが分かって、そこはなんだろう、ファークライみたいな感じがしますね。お、なんかやっている。村人が襲われている。あー、切られた。一騎打ちはできないのかな。双剣じゃないな、ちょっと叩けで、お次は槍か。もうちょいか。こういう襲われている村人もなかなか助けることはできないな。先にはなんか村か。ちょっと沿岸沿い行ってみようとか言っていると、村か。遠目に見ても猛虎軍がいるな。本当身軽だな。重いですよ。けど名前も酒井陣って言っててなかなか洒落てますよね。要は武士らしく戦うか、クロードっぽくいろんな絡め手を使って戦うか、そのなんだろう、武士の武士らしく、それとも武士らしくない、あのお侍の戦い方じゃない。その狭間にいるような感じで結構悩んでいますもんね。ふぬけばかりか。やあやあ、我こそは酒井陣なり。我こそはと思う者は前に出よ。あれも切れるかな。よし、今のね、あの巨匠の無双の巨匠の時持ったやつが結構強くてね。お、海もいる。大将、大将、普通に近距離で戦えばいいのにね。よし、技量獲得。あ、物資も結構ある。まだ一人生きているな。あ、死んだ。あ、生きている。よし、区内とかもいろいろありますもんね。で、だスキルに関しては今攻めの方をどんどん増やしていこうと思ってて、体当たりとか、あ、いいですね。捨て身すごいパワーだな。
こういうのもかっこいいな。探索とかはあんまりね、やっていないんですよ。じゃあちょっとダッシュ攻撃、ちょっとつ。ほら、村人が殺されてしまっている。ならば、君らにはもう必要のないものだ。この私が有効活用させていただこう。軒下とかも潜れたりして、いろんなこう攻略法っていうのかながありますね。で、夜になってちょっと画面的には見づらいとは思います。どうしようか。とりあえず進んでいきましょう。ちょっとどれぐらいやろうかも特に考えてはいないんですよ。じゃあ、せっかくだから、ノブ。あ、ちょっとごめん、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 間違えた。待っておくれ、今のは気のせい、気のせい。今のはちょっと操作ミスというやつで。お前はかけがえがない。ちょっとごまかしているな。正面に何かいる？試していくぞ。ならばいざ尋常に。これタイミングミスると結構ダメージ食らうからな。また人が襲われているんだ。あまり武士らしくとも言えない。あさり方というか。じゃあ改めてノブでフォトモードとかもあったりして、結構いろんな風景とか撮るの楽しいんじゃないのかな。あとはミニゲーム、竹を切ったり和歌を読んだり、滝を切ったり。竹とか滝とか切れますもんね。交差点？この辺まで行くと結構いるな、猛虎軍。よいしょ。加減はせんぞ。じゃなくて、ただの落ち武者というか、なんだろう、盗人っていうのかな。こういうのもいたりするからな。フェイントは効かんぞ。は恐れをなしたか。あ、で、なんか家があるな。そこそこ敵がいてくれるといいんですよね。あ、あったあった、もうこの拠点、古田の集落。おうおう、広い広い。受け流しの極意で敵を倒せ。隊長を見つけて動きを見極めろ。あとは猛虎兵を倒せ。もう正々堂々。今、いや、完成品とかだった。あ、ちょっと待って。まずいな。なんか煙玉。あ、いや、来ないか。だいぶ汚くなっている。敵もどんどん湧いてくるからと。ちょっと離れようか。隠れることとかできればいいんですよね。
くちゃ撃ってくるな。こういうところとかに身を隠して、またこう一騎打ちとかに持ち込めないかな。ちょっとかなり今のは今のはよろしくはなかったな。あとね、煙玉をね使いたかったんですよ。こっちか。なんか一騎打ち失敗して逃げ帰ってきて、でまた戻ってきて一騎打ち申し込みっていうのなかなか、お侍の戦い方じゃないな。じゃあ別荘庫から攻めていこう。さっきフェイント食らわないとか言っていたくせに思いっきり食らった。フェイントは効かんぞ。上から見てみて、受け流しの極意については達成できたかな。警戒しているし、村人が何だろう、働かされている。私はここですよ。いや、戦うのか。どうしたいんだ。あとは向こうか。解放とかできないのかね。助けに来ましたよ。あら、黙々と。されば次はこちらか。あ、死んでいるわけじゃなかったんだ。後ろ。おお、そんな上。弓は厄介ですからね。おっとか言っていると、降りてきた。こういうので敵を呼ばれたりするんですが、大丈夫かな。まあ、プレイスタイルは人それぞれですからね。できるだけ正々堂々と戦いたいんですよ。観察する、観察するというのは初めて見たな。なんかだいぶ下手っていないかな。あ、なるほど。見るだけでいいんだ。本当見極めたってそういうこと。ちゃんと倒さないといけないんじゃないの。鍛錬しているんだ。体調とか結構めんどくさいからな。こういうのを後ろからやる。おお、まだ生きていた。よし。あ、見極めて倒すことでさらにまたポイントをもらえるんだ。で、風の方。長獲物に対して特攻っていう感じかな。槍兵に特攻。お、なかなかかっこいいな。足蹴りとか。破装って書いてあるが、基本的な三角による強攻撃か。じゃあやってみよう。どうしてもね、転がってしまうんですよね。で、四角の攻撃も一応はできる。
三角の強攻撃がちょっと変わるんですね。村人大丈夫かな。ここはなんだろう、解放すれば普通に村人が生活する場所っていうのかなっていう感じでいきそうだ。しかも天気も雷か。少なかったら残りの敵を呼ぶっていう風にできるんだが、残りは一体どこにいるんだ。呼べないってことはまだそこそこいるんでしょうね。いや、物資に関しては報酬報酬あ、いたいた。様子を伺っているのかな。さあ来い。これ以上はいない。探索については後でやるとして、まだいるんですよ。あ、いた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 。弓か。ふう、こっちを見ているのかな。奥のはちょっと狙えないか。お、上にも行ける。あ、死んだな。あ、出た出た。残りの敵を呼ぶ。俺はここだ。おお、いたいたいた。家の中にいたんだ。よし、しかも玉鋼。で、解放できたってことは、よし、あたりが分かるようになった。けれども施設があったり、あとは会話とかでなんかできたりはしないんだ。いや、怯えているようだがもう大丈夫でござるぞ。家の中にいたんだね。なんか難しそうにしているな腕組んで、なんか猛虎に手を出してしまったみたいなあのまま標準しておれば命は助かったものをみたいな感じに言っているのかな。じゃあさっきのマップでハテナにあった水戸の地ってところに行ってみよう。金色のウグイスが案内してくれる。いや、綺麗だな。こんなに綺麗でオープンワールドでロード時間が非常に短いですよね。聞いているといろんなこう注釈が読めるようにするためにわざとなんか遅くしているとかロード時間をね。剣舞の黒、刀の種類も いろいろあります。で、あらあら、また大きな拠点。こういうところはなんかイベントで行きそうですよね。いや、いるわいたいた。
みんな死んでいるな。一番手は誰だ。今度は負けない。まだいるか。おや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 、ちょっとめっちゃ逃げていくな。ちょっと待って待って。まあ情けぐらいはかけてやろう。捕まっていたんだ。いいですよ。逃がしてやる。情け深いお方でよかった。もう安全だ。どうかお受け取りください。いや、いただけるものはいただく、情けはかけない。古戦場っていう感じではあるが、もっと敵がいるかと思っていましたが、そうでもない。ごたらしく死んでいるな。処刑みたいな感じで武士たちが死んでいる。で、向こうに見えるわ。あれは集落ね。本当はもっと探索しないといけませんが、なんかどうせ後々来そうな気がするな、こういうところ。向こうに塔も見える。いいのだ。絶対ちょっと前に切ったことを恨まれていそうな気がする。かがり火台ね。なんか灯したりもできるが、意味あるんだろうか。なんかマップが見れるようになるとか。あとは滝とかもあったりするが、まだね、実は滝って発見していないんですよ。に火を灯すと居場所バレるんじゃないのかな、あの沖の船にね。けれども経験値はもらえる。雷すごいな。いや、笛を吹けばなんか天候が安定するみたいなんですよ。よいしょ。この下か。戦ってはいるが、救出するにしても。あら、雅子殿、そんな、ちょっとまだ高いんですよね。シナリオ的には足立雅子さんの話じゃないんですよ。ただ襲われているんだったら助けないと。雅子さんそこ行ってくれたら、あの鉄ハウで。あ、煙玉か。ならば。奥義もね、覚えていて、あの試練一戦使えるんですよ。おにぎり。ふう。
話的には違うんですよね。加勢しなくては、母。本来の目的こっちなんですよね。村長、村長。助太刀、感謝する。いえいえ。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。母。来い。これから浜のこちら側を探す。なんかサイドストーリーが始まったな。思わぬところで政子殿と出会った。一族がみんな殺されてしまったんですよね。ムクロを探しているのかな。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。ここで死すべき方ではなかった。サイドストーリー的なもので話も、政子殿めっちゃ走るな。おばあちゃんですよ。そうだな。でも時間的にはね、結構来てしまっているんで、まあ、例えばプレイしている方もネタバレとかね、嫌だったら、まあ、そういうのも考え、分かっていますよ。分かってはいますが、まあ、ちょっとネタバレとかも避けるために、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。